テコ結びテコ結びはロープや紐を芯に縛り付ける結びの一つ。英語ではマーリンスパイクヒッチまたはボートノットという。マーリンスパイクとは濡れて溶きにくくなったロープの結び目を解くのに使う水上の道具。スパイキーとも呼ばれる。マーリンスパイクに対してよく使われることからこの名がついた。テコ結びは引き解けと目結びの引き解けのループの部分に芯が入った。 構造となっている。そのため芯が比較的小さく動かしやすい場合は、以下のように止め結びの一部分に芯を引っ掛けて引き込むことによって簡単に結ぶことができ、この場合は同端を使わずに結んだことになる。このほか芯に対してロープをかけた上でロープ自身に一回巻きを施し、続いて初めに芯に回したロープの一部をねじってループを作り、 そこに胴端を通して結ぶ方法もある。下の写真はマーリンスパイクに結んでいる。テコ結びは丸太とロープではしごや柵を作るのに使ったり、船舶の軽流やテントの張り網の固定に用いられる。テコ結びを使って物を上げ下げしたりするときは、シンとする物体の重心付近に結ぶようにする。ありがとうございます。